くん、私と付き合ってくれって。他に好きな人がいるって。俺は諦めないからな。え？猿は黙ってろって言うんだ。みんな、でもよかったわね、翼くん。フランスでロベルトに会えて。ブラジル、とうとう翼くんの夢が叶うのね。あと半年ね、一緒にいられるのも。うん、翼くん、石崎くんのあの怪我、実は私のせいなの。え？そうか、そんなことが。サッカー部のためにって石崎くんがこらえたからよかったけど、じゃなかったらきっと大喧嘩。私、乱暴者は嫌い。だからはっきり言ってあげたの。私には好きな人がいるって。ちょっと付き合ってくれないか。これが最後だ。最後？翼くん。待たせたな、神田。中澤早苗はお前には渡さない。俺は腕ずくでも取る。やめて。ダメよ翼くん。こんなことしたら南葛サッカー部は。退部願いは出してきた。こつけもいい加減にしろ。そら、どうした。かかってこねえのか。これが
本一の世界を制したシュートか。この俺が負けるとはね。さすが中澤早苗が惚れるだけのことはあるぜ。ガンダ翼くん、どうしてこんなことしたの？え？どうして、どうしてこんなこと。俺は中学を卒業したらブラジルプロのサッカー選手になるために、その時まで待っててくれなんて言えない。ましてや一緒に来てくれなんてことも俺には言えない。一人前のプロサッカー選手になるまでは日本に戻らないつもりでいる。だけど今俺は中澤早苗が好きだ。俺はやめ、ダメよ、こんなこと、こんなことしたら。何？うん。